俺たちだって変わっていくからよ。その強さで助けてくれねえか。強いかな。弱かったと思うけど。よし、そしてもう一個のこの純白の凍土のやつ。ハピナスの人助け。ポケモンであるハピナスに助けられたという町から依頼があるようだ。どこにおるんかな。あ、え、雪原ベースにおった。全然見えてなかった。とりあえず回復して、ちょ、はい、とりあえず回復して、ちょ、あのディアルが連れてくわ。ウリム返してディアルが連れてくわ。はい、オッケー。あ、この人？どうも。待っていたぞ、調査隊。話し方が思ってたんと違うんですけど。ポケモンに襲われ、怪我をした折、手当てしてくれたハピナスに礼がしたい。探す手伝いをしてくれ。ポケモンに襲われたのにポケモン助けられたなんて、おかしな話だよな。だが、たとえ相手がポケモンでも、礼をしないのはタイの名折。純白の凍土、ハピナスと出会ったクレベース氷海で待っているぞ。クレベース氷海、そんなところにハピナスおった？こんな中心地におったっけ？なんかもっと向こうの方やった気がするけど、ハピナスがおるの。まあ、向かいますかね。あ、違う。ああ、間違えた。この辺にさ、ミミロップがおったんやけど、ミミロルしかおらんな、今は。バイク倒してしまったけんな、あれ。つらーい。よし。その辺ですか？あ、おったおった。こんなポケモンたちのど真ん中におるの危ないよ。この辺りにハピナスがいたはず。こんなとこにおらんって。ハピナスを探しに来てくれたか。この辺りにいたが見当たらなくてな。いつ会ったの？確か振り返れば後ろに雪の王がいて、いたよ。豪雪ってこと？よっしゃ、池氷キー。インファイトで行こう、インファイトで。くそ、向こうの先制攻撃か。インファイト。力技。おっしゃ、一発。ハピナス以外のポケモンはやっぱり恐ろしい。って痛い！足をひねったみたいだ。お、来たよ、ハピナス。怪我をしたのを遠くから見とったんよね。え、ハピナス。私の回復もしてくれる？ゴーリキー。怪我の巧妙とはこのこと。君に手当てのお礼の木の実だよ。かわいいハピナス。私の手持ちにもおるけど。おお、そっちの手当ても。敵味方関係なく手当てしてくれるんやね。ハピナスの優しさよ。怪我をしていたらポケモンも人も関係ないんだな。サブ任務74、ハピナスの人助け、達成。いい子だな。ちょっと雪の王も見習っていただきたいわ。あのマーク何？あ、これか。このマークか、普通に。ちょ、とりあえず雪原ベースに戻ります。なんなん、あの、移動するときに聞こえてくる声。あ、そっか、この2匹ね。はい。あ、調査結構進んだな。いつの間にそんなに進んだっけっていつも思うんやけど、村に戻ります。で、メインの方進めていこう。お、ポケモンの大量発生？あ、なるほどね。
はい、天眼の山麓へ。山頂ベース？いや、もう違うっけ。もう山頂終わって降りてきとったよね。山中ぐらいかな。どこだ？あ、ここか。山頂ベースでもよかったから。まあ、どっちも距離そんな変わらんか。よし、行こう行こう。どっちの方角、こっちか。行きまーす。ガーガーガー。これは山を越えてった方が早いんかな？よし。行くぜ行くぜ。いや、マジでさ、この大ニューラめちゃくちゃ助かるんよね。ね、移動がめんどくさい時とかにさ、もう一気に乗り越えていくっていう。回り道とかめんどくさいけんね。そういえば、ハガネイル捕まえてないな。とかって気になりだしたらあれやけん。まあその辺はまたね、捕まえておくか、次回にするとして、ちょ、メイン進んでこう。なんかめちゃくちゃ近くになってきたけど大丈夫これ。吸い込まれそうなぐらい近いですけど。どの辺？めっちゃ遠くない？なんかあの、あ、この辺になんか洞窟あるか？いや、ないけど。どこだ、どこだ。さらに、あ、ここか。ここの洞窟か。あれ誰？ムズパスの進化系ってこと？初めて見たかもしれん。あ、これか。なんとも言えない空間だね。ここから世界が始まったような、並々ならぬ力を感じる。キクイ、どう？俺の採石の知識と技術、そしてヌメイルの技があれば、取れる？任せてもらうとするかね。どうぞどうぞ。ちょいと待っていただこうか。うわ。最後の最後まで邪魔してくるね。誰だよ。待つ時間なんざねえんだよ。あ、君たちは会ったことない感じ？お？おたけ。おめえ、混合団を抜けて何やってんだ。知り合い？あんたには関係ねえよ。いいから宝を掘り出して、あたくしたち野党三姉妹によこしな。そんな驚いた顔をするなよ。後をつけてきただけだからさ。小ずるい。宝のように貴重なものだけど、赤い空を元通りにするためのものだよ。オサが真面目腐ってるから真珠団も息苦しくなるの。団を抜けた理由なんぞどうでもいい。低いの邪魔をされたくねえのよ。こっちも三人、相手も三人、あゆなはお松を頼むぜ。名前知ってんのか。ときわぎと呼ばれる松のように、いつまでも若く美しい長女のお松。一世一代の大勝負さ。よく自分で言うね。お、二匹。サイドンね。ゴーリキーじゃいけんか？あ、いけるわ、全然。いいファイト。いけいけー。あー、一発じゃなかった。ギリギリ残ってやがる。なんだと？うわー、あっちもあっちで。あー、連続で来るのやめてください。なんてことだよ、おい。くそ、あの一発で決まっとけば。よかったんだけども。DR がめちゃくちゃ効果抜群じゃねえか。でかいな。めちゃくちゃでかいな。大地の力。サイドンは地面タイプではないのか。うわー、まだ眠気に襲われただけ。大地の力。眠い。うおお、耐えてくれ。そして頑張って大地の力を。めちゃくちゃ眠そう。うおお、ギリギリ。いけ。お、頑張れ頑張れ。
大地の力。よっしゃ、一発。オッケーオッケー。決着。ま、大したもんだよね。何それ。なぜ上から。みんなちゃんと倒せた？なあ、おたけ、金剛団に戻らねえか？俺たちだって変わっていくからよ。その強さで助けてくれねえか。強いかな？弱かったと思うけど。ふっ。はん、縛られて生きるだなんて、まっぴらごめんだね。お宝は見逃してやるから、真っ赤な空、なんとかしろよな。あ、結局、なんとかしてほしいんやね。あゆな、さすがの強さね。あなたなら天眼山にやってきたという化け物だって、なんとかできるでしょう。でもさ、次に会ったらただじゃおかない。覚えておきな。忘れるかもしれない。たく、何しに来たんだよ。みんなの相棒、元気にするぜ。お、ありがとう。助かる。ゴーリキーがやられとったけんね。私の覚えている大目は、文句を言いつつ手助けしてくれた。あ、全員知り合い？きっと何かあった時のため案じてくれたんじゃないかな。だったら素直にそう言えばいいじゃねえか。めんどくせえな。取れそう？取れましたよ。オリジン鉱石とやらが。あゆな、持っておくかね。はいはい、もらっておきます。アイナはオリジン鉱石を手に入れた。オリジン鉱石、神王様の力を宿すと神話に伝えられている不思議な力を秘めた鉱石。随分とあっさりなんだな。わからないのかね、俺の凄さが。きちんと褒めてください、きちんと。まあね、あっさりって言っても、この子やけんあっさり取れたっていうだけなのでは。さすがキクイ、バサギリが認めるキャプテン。よいしょがうまいね。とっとと学者先生に見せようぜ。ああ見えてラベンって人、博識だし判断に優れているからよ。ラベン博士すげえんだな。すげえっすね。普通に、あ、ここ？山頂ベース。どこでもいいわけじゃないのね。はい。報告に来ました。アイナくん。これが宇宙始まりの石、オリジン鉱石。確かに宇宙の始まり、オリジンを感じるのです。そういえばよ、オリジンってどういう意味だ？遠い地方の言葉だよね。どういう意味？起源とかそういうことじゃない。起源ですかね。そのまんまやった。それでは皆さん、ことぶき村に戻るのです。ここまで戻ってきた。ラベン博士、砕けたけど鎖のかけらをどうぞ。砕け取っても大丈夫なもんなんかな。砕けていてもこれだけあれば効果は発するのではないでしょうか。まあ、憶測でしかないけれど。よくぞ拾ってくれたのです。まあ確かにそれはね。あゆな、なんだっけ、そのすごい石を。はい。あゆなはオリジン鉱石を渡した。命の危険がある中、鎖のかけらを拾った真珠団。宇宙始まりの石の話を教えてくれた金剛団。まれに器にするのは銀河団の役割です。お、それぞれの団が協力し合って。さあ、テレ君、クラフト名人の力を貸してください。お、なんか最後の最後でいいとこ持っていく感じやね。あんまり出てこんかったのに。あゆな、ちょっとは先輩らしいところ見せてやるぞ。皆さんでお話でもして、しばしの間お待ちください。なんか、神妙な面持ちやね。学者先生、早く出てこいよ。時を大事にしているのではなくて、ただせっかちなだけだよね。座して好転するなら、いつまでだってますぜ。時の大事さを知っているからよ。そんな重苦しい雰囲気じゃなくても。アイナくん、できました。お？命名、オリジンボールです。あれ？パルキアを捕まえるためのボールってこと？
残された伝承が真実であれば、神王神殿に現れたポケモンも捕獲できるはずです。もしかしてこの一個だけ。アイナはオリジンボールを手に入れた。神王神殿で荒ぶるポケモンを捕らえることができる唯一無二の特殊なモンスターボール。めちゃくちゃ緊張感が。これ使ったら 100% 捕まえれるマスターボール的なものじゃなければ無理なんやけど不思議だね、モンスターボールって。こんなちっぽけなもので翡翠のみんなを救えるなんて。ボールでポケモンを捕らえ互いの距離を縮めるってのも面白いものだよな。ってちょっと待ってくれや。声が また声が流れてくる。まだ話しかけてくるのか。ディアルガなの？ああ、どうやらディアルグ様が力を貸してくれるってよ。もうすでに借り取りを力手持ちに入れとるし。おお、それは頂上の至り。混合団の信用様改め、ディアルガなるポケモン、すごいね。アイナくん、オリジンボールを携え、ディアルガと共に信用神殿に急ぐのです。おお。もう一つの存在、準備をしっかりと整えて信用神殿に向かう。なんだけども、ちょいとね、どこやっけ、黒曜の平原、そんな名前やったっけ黒曜の原野、え、誰、あ、あのおばちゃんおばちゃんっていう年じゃないかもしれんけど、どうしたどうした。どうじゃ、激戦が予想されるが、天眼山に心構えはできたのか。まあ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 、なるほど、もう行くしかないってことやね。行きましょう。おう、それでこそじゃ。良いか、そなたたち、時間と空間は切り離せぬ。神王神殿に現れるのは空間を司るパルキア。このまま放置しておけば翡翠の空間も歪み、世界は終わりやもしれぬ。だがもう一匹、そなたが仲間とした時間を司るディアルガがおれば、時間、空間、共に釣り合い、世界は正しく存在する。ディアルガと共に、神王神殿に行くのじゃ。了解です。それにしても、面白い村じゃな。服でも買うとするか。あなたが気に入るような服があるでしょうか。なんか、特殊やけど。おい、それだけか？世界が終わってしまっては、服を買う意味もないのでな。だよな。お、いい感じに笑顔になってきたね。アイナさん、挑む準備ができたら、信用神殿に向かいましょう。そのまんま送り出されるわけではないんよね。じゃあ、ちょ、一旦黒曜の原野に行かして。準備できたよって言っといてあれやけど。の、迷子の人を見つけておきたい。原野ベースでいいかな。そっか。これで見つけるしかないんか。青い光よね、青い光。ドスドスドス。ん？今なんか。緑ってことは違うんか。お。ドス。この人ではない。さすがにあれではない。また多分分かりづらい場所におるんやろうなって感じはしとる。ね。なんかどん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 よく分からん場所に行きよるやん。普通の人では見つけれんような感じの。どの辺かな？邪魔だよ。どこ？あ、あれか？なんか囲まれとるけど。これじゃない？なんか、カラスに囲まれとる。ひやー、先輩助けてください。そういえば先輩後輩ってことになったんやっけ？ふ、戦闘か。いや、余裕やろうけど。3匹来るのね。オッケー、オッケー。ちょい待って、ポケモン、ベロベルトで行くか。しかもレベル50あるんや。思ったより強そうやね。
転がる。イエーイ、まあ、とりあえず油断せんように力技でほら結構ダメージくるよ。ちょ、1匹が2連続でやってくるってちょっとダメだと思うなちょっとダメだと思うな。よしよしよし、もう1匹の攻撃当たらんとかいうことにしてくれんかな。くわ、普通に食らった。いや、もうちょいレベル低いと予想してたんやけどな。ニューラでいくわ。かわいい毒好き。よっしゃ、こっちの方がなんか勢いあるねこっちの方がレベル低いけど勢いあるな。イエーイ、もうちょいでレベル60いくよ。暴力感謝感激、先輩の後輩でよかった。この辺りはキノコ狩りに来る人がいるので周りをしていたらついつい私も狩り始めて、え、また兄さんに心配かけちゃった。ちょっと君は遠出するべきじゃない人やと思うんやけど、先輩は勝負も得意なんですね。私より警備隊向きでは。そうでしょうね。急にすっとどっか行ったんやけど唐突。銀河団本部に戻って綾文に報告しよう。よしよし、あ、もう高台ベースまであっという間やね。カラスの報告が。オッケーオッケー、村に戻ります。でよね、今度、まあ、動画外で多分ゴースのポケモン図鑑があと完成させれそうかなって感じかな。お、帰ってきてる帰ってきてる。ミオを助けてくれてありがとう。君は本当に頼りになる調査隊員だ。今回はポケモンに襲われていたと聞いて肝を冷やしたよ。まあ、でもあんなの蹴り飛ばせば大丈夫やと思うけどね足元にちょこっとおるぐらいの。しばらくはおとなしく村で巡回警備をしてくれたらいいけどね。行動力はあるんやけどね。サブ任務77、迷子の警備隊原野へ達成。もうこれでしばらくは行かない？大丈夫そう？はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次のパルキアに向けて、また動画外でね、レベル上げるなり、ま、親分ポケモン多少捕まえていこうかなとも思いよる。頑張っていこう。ラスト。かな